パリーグ日本ハム8に楽天、2022年9月4日楽天生命パーク。3日の楽天戦で敗れたことで、すでに優勝の可能性は消滅したが、やることは変わらない。シーズン変わってないじゃないですか。優勝目指さないじゃなくて、目指せなかった。その目指すためには今年はファンの方々には申し訳ないけど、俺たちはぶれずにこれをやる。来年あればね、俺が契約できたらね、と話した。